エクアドル共和国の基頭本拠地としていた航空会社。エクアドルのフラッグキャリアでもあったが、一時運航停止を経て2005年に消滅した。1957年にアメリカ人投資家とエクアドル人が50%ずつ出資して設立された会社である。マリスカルスクレ国際空港をベースに、グアヤキルなどのエクアドル国内を結ぶ路線と、 コロンビアなどの隣国とを結ぶ近距離国際線で運行を開始した。設立当初はダグラス DC-4 などのプロペラ機を中心に使用したが、中でもユンカース K16 は当時としても非常に古い機材であった。やがて北アメリカ大陸方面への路線を開設するためにエクアドル空軍が購入していたボーイング707を転用し、 パナマのパナマシティ経由でアメリカのマイアミへの乗り入れを果たした。また、ペルーのリマ経由でチリのサンティアゴに向かう便の運行も開始した。1970年代にアメリカ人投資家は資本を引き上げたが、代わってエクアドル政府が出資し、名実ともにエクアドルのフラッグキャリアとなった。またこの頃、ニューヨークやブエノスアイレスへの乗り入れを開始し、また、 機体の塗装を特色あるレインボーカラーに変更した。この機体塗装は乗り入れ先のファンから注目を集めた。やがてエクアトリアナ航空では路線拡大のためスイス航空からダグラス DC-10 を購入し途中給油着陸なしにカナダまで飛行する路線の開設やロサンゼルス国際空港への乗り入れを開始。 さらにエアバス A310 をリースして、スペインのマドリードへの路線を開設し、欧米の航空会社との共同運航なども行った。しかし、少ない機材で長距離路線を運航していたこともあり、運航遅延や欠航も頻繁に発生し、次第に評判を落としていった。1990年代になると、アメリカのアメリカン航空やコンチネンタル航空が、 エクアドルへの路線を開設し、また、エクアドルのエアラインであるサエタが、アメリカ乗り入れを開始すると、一気に競争は激化していった。1990年代初頭の経済危機の煽りを受け、エクアトリアナ航空は1993年に運航を停止した。それまで、経営状況は良好と言われていただけに、この運航停止は大きな驚きを持って受け止められた。 この時、リース機のエアバス A310 などが、リース量体能のために強制的にリースバック、されるなどの事態も発生し、会社は存続の危機を迎えた。しかし、ブラジルの航空会社、バスプ航空が出資を決め、株式の50%以上を購入したことで、再建を果たし、ボーイング727の導入や、改めて DC-10 を導入するなどして、 再び国際線の運行を再開した。2000年になると、エクアドルは再び経済危機に陥り、エクアトリアナ航空にも経営上の危機が訪れた。また事実上の親会社であるバスプ航空も経営状況が悪化し、同社の持つ国際線の一部をランチリ航空へ売却することとなった。 まず株式の50%を売却し、当時使用していた機材の一部をロイド・ボリビア航空にリースしていたが、残りの株式も2005年にランチリ航空が買収して、自社路線の一部に組み込まれることになり、エクアトリアナ航空は姿を消した。ありがとうございます。